ヌチレースの攻撃チャンスを1分で解説。まずはタメブレス、口に火を含みながら立ち上がるのが特徴。怒ってない時は攻撃の後にすぐ威嚇が来るので攻撃チャンス。ただし怒っている時は炎の噛みつきの後に正面に火のブレスを吐いてくるのでそこに注意。この後の威嚇は攻撃チャンス。次は空中3連火炎弾。正面、左、右の順番で3つの火炎弾を吐いてくる。この後は着地するので3つ目の火炎弾の後に攻撃チャンス。次は空中横払いキック。空中で尻尾を大きく曲げるのが特徴。尻尾を横に払ってきた後は確定で着地するのでここが攻撃チャンス。次は空中2連火柱。かなり濃い赤色の火を口に含んだら合図。2連続で火柱攻撃をしてくる。この後は必ず着地するので攻撃チャンス。次は空中直下ブレス。空中で真下に炎を吐くのが特徴。怒ってない時は1回だけでこの後は確定で着地が入る。ただし怒ってる時は2回連続でやってくるので注意。怒ってる時は通常の威嚇に加えて顔を上に上げる威嚇も入るのでかなり長い攻撃チャンス。